正解はですね、都内平均7分です。7分、2回に時間がかかるんですね。そうです。この救急隊が到着するまでの間に、そのそばにいた人がですね、応急手当、胸骨圧迫、いわゆる心臓マッサージですね、心臓マッサージ、あるいはこちら、皆さんも目にしたことがあるでしょうか。結構駅とかビルにもう設置してあると思います。電気ショックを与える機械 AED と言います。こちらで応急手当を行うことが重要なんです。救急隊が到着するまで応急手当を行うか行わないかで、助かる確率、生存率がですね、約3倍も違うんですね。でも皆さん、いざとなったとき、胸骨圧迫であるとか、こちらの AED、勇気を持って使えますでしょうか。いざとなったら、どうしたらいいか不安になってしまうかもしれませんね。ですね。でも大丈夫です。119番通報をした後に、現場に向かっている救急隊が、直接電話でですね、応急手当のアドバイスをしてくれるんです。そうやって教えてもらえたら勇気を持ってできそうです ね。今年の救急標語は、まず行動、救える命、あなたからですもんね。そうです。救急隊からのアドバイスを聞いて、まず行動、勇気を持って応急手当をしてください。本日入場の際にお渡しした袋の中に、シャープ7119の詳しい資料と応急手当の方法を記載したリーフレットが入っています。救急の日をきっかけに、もしもの備えとして参考にしてください。以上が東京消防庁救急部からのお知らせでした。それでは引き続きコンサートをお楽しみください。さようなら。ありがとうございました。救急部の皆さん、どうもありがとうございました。